主にはソニーコンピュータエンタテインメントが制作し2002年7月18日に発売したプレイステーション2用のゲームソフトであるサルゲッチュシリーズの第3作海外では2016年にプレイステーションに読んで配信されたが日本では未だに配信はされていないシリーズの正当進化第2弾今作では主人公が前作までのかけるに代わって 新キャラクターのヒカルが務める。ピポサルの数やガチャメカ乗り物の種類なども大幅に増加している。ストーリー自体は1よりもシリアス成分は大幅に削られ、ややコミカルな展開になっている。前作では、いわゆる中ボスと呼べる存在に、ヒロキがいたが、今作は、新キャラクター、グレートセンターユッキーゴが中ボスを務めている。ピポサルのバリエーションも増え、今作から、 パンツの色不明のピポーサルが登場し、そういったピポサルは特殊な衣装を着ている。全体的に難易度は優しくなっており、前作では足場のない場所への落下は T シャツ1枚分の損失になるが、本作からはビスケット1枚分の損失になる。また、今作の新、キャラクターピポッチがビスケットが0枚になった際に1枚与えて復活できるケースがある。また、 ステージクリア後はジャンプでワープのように消えていく場面も見られるようになった。前作ではステージ上に落ちているチップを100枚集めれば T シャツ1枚分として与えてくれたが、今作ではトラベルステーションにあるガチャボックスという機械に使用して様々なアイテムを手に入れられるようになる。ビスケットや T シャツ、パチンガーの玉など冒険の役に立つもの、メカ四駆の別モデル、 ミニゲーム、写真や漫画、音楽などギャラリーで見られるものなどが手に入る。また、ミニゲームがガチャボックスで手に入るため、スペクターコインは廃止された。基本的にはヒカルを主人公とした場合のことを優先的に記述する。泳げっちゃアトサルバスターを覗き水の中では使用できない。水の中でのみ使用するガチャメカ。基本的にはヒカルを主人公とした場合のことを 優先的に記述する。トラベルステーションとトレーニングスペースについてはした。術を参照。本作で捕まえるべきとされる猿。本作の拠点となるステージ。夏美の部屋を改造して作られた場所である。基本的にはヒカルを主人公とした場合のことを優先的に記述する。ありがとうございます。